はい、では今回はね、ちょっと100万円の帯をね、ゲットしてみようっていうことで、動画を撮っていきたいと思います。では早速ね、なんか一応ネットでちょっと調べたら、まあ、郵便局で、まあ、帯を、100万円の帯は簡単にゲットできるみたいなんで、で、ただ一応、在庫確認じゃないけど、電話して確認しといた方がいいよみたいなのが、ちらっと書いてあったんで、一応ちょっと電話して確認して、ちょっと僕今、かなりのね、偏僻なところにいて、郵便局まで歩いて40分くらいかかるような、どん田舎にね、ちょっといるんで、うん、いざ行ってみてね、なんかコロナの影響で営業時間短縮 してて、やってないとかってなったら、かなりめんどくさいんで、まあ、一応確認してね、はあ、行ってみたいと思います。とりあえず一回電話してみたいと思います。ポチッとな。あ、すいません。はい。今日のゆうちょ言語、ゆうちょ窓口ですかねって、今日何時までやってるんですかね。今日は3時までです。あ、15時まで。ちなみに、あと自分の、口座に入ってる、はい、100万円を帯で出金したいんですけど、いきなり行って出金とかってできるんですかね。はい、そうですね。通常100万円くらいであれば、ご用意があるので問題ないと思います。はい。キャッシュカードだけあれば大丈夫ですかね。名義人ご本人様がおいでになることができますか。あ、はい。はい。であれば、キャッシュカードと、あと運転免許証などでご本人様確認できるものが必要になりますので。あ、はい、わかりました。はい、ご一緒にお待ちください。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。おぉ、いけそうです。ちょっと、100万円をね、ゲット、帯をゲットしに行ってきます。はい。というわけでね、行ってきました。100万円ね、ゆうちょ銀行で下ろしてきましたよ。ついにね、念願の僕の帯童貞がね、ここで奪われる時が来たんですけど、では早速開封していきたいと思います。ディーンということで、はい、無事帯をゲットしました。はい、汚ねえなと折り目めっちゃついとおいないかいっていう話なんですけど、そうなんですよ。電話で確認したのに、診察がなんかない、なんか帯でこう止めることはできるんだけど、綺麗なお札がないんですけどいいですかとかって言われて、うわ、マジかよとかと思って、けどまあ、もう40分かけ、歩いて40分かけて、ここまで来てほしい、もう、まあ、なんでもええわと思って、まあ、まあ、それでいいですって言って、まあ、こう、かなりボロボロのお札をね、100枚ゲットしたんですけど、はい。はい、もう、折れまくってます。しかも、これ、パラパラってやって気づいたのは、こうもう向きがバラバラっていうね、はい、悲しいですね。俺の100万円の帯童貞を奪った諭吉は、はい、汚いおっさんだったっていうね、悲しい動画になってしまったんですけど、はい、思い起こせばね、僕がシンガポールでね、童貞を捨てた時もね、そういえばシンガポールの風俗嬢の姉ちゃんは確かに顔は可愛いんだけど脇が生えとる中国人の女の子やったなっていうね、なんかこう童貞喪失にはあんまりなんか人生ってうまくいかねえなっていうのね、なんかまたこんなとこでつくづく思わされてるんですけど、はい、まあでもとりあえずね、僕の二の舞にならないようにこれからねちょっと帯童貞をね卒業したい。帯童貞っていう言葉がどうなのか分からんけど、うん、まあこうやってね帯をゲットしてみて自分のねセルフイメージをバチコンと書き換えてね、ブリーフシステムを書き換えて成功者になりたいっていう人はね、僕みたいにならないようにね、診察で郵便局に電話する確認するときは診察で用意できますかっていうのは必ず確認した方がいいと思います。じゃないとこういうね、もう折れまくってて、しかもなんだ向きもバラバラのね汚いおっさんをね捕まされることになるんで、はい、まあ、気をつけましょうっていう、まあ、僕の二の舞にならないように、はい、してみてください。今回は、まあ、なんとか無事ね、100万円ゲットできました。はい。で、次はね、次回の動画はね、どうやって僕がね、この100万円をゲットしたのかっていう、まあ、動画をね、上げていこうと思うんで、はい、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、今回は以上です。